はい、今回はね、ブドウカロリービッグって書いてあります。こんにゃくブドウですね。これシリーズで結構いろいろとあるんですが、食べてみたいと思いますね。よし、うん、なんかこんにゃくって感じじゃないのかな。なんだろう、うん、こんにゃくという感じはなく、もうぶどうと、こういう感じで、なかなかの、おいしさでちゃんとデザートになってるのがすごいね、これね。うん。砂糖で甘くしてあって、ね、ちょっとみずみずしいね。無糖で。プリンみたいになってるのが、まあ特徴ですが、でも全然、あ、低、でも低、低糖って書いてあるから、あんまり砂糖使ってないの。にしては甘いですね。でもすごく甘いってわけじゃなくて、うん、だいぶ水分が入ったような甘さですね。ですが、まあ味わいとしても、そんなに悪くなくて、なかなかこれはこれで、うん、面白くて、まあいける味ですね。本当にこうブドウを食べてるって感じですね。なんていうんだろうな、この本当にこうこんにゃくを食べてるというか、ブドウのゼリーを食べてるっていう感覚が面白いところですね。で、砂糖がそんな入ってないんで、まあ甘さも控えめにしてあって、そういうところが美味しさをより一層引き立たせてるなというような感じです。どうもありがとうございました。